カナダ滝はナイアガラ側にあるナイアガラの滝の一つでアメリカとの国境を挟んでカナダ側にある。滝はアメリカ側のゴート島にあるテラピンポイントからカナダ側のテーブルロックの間を流れている。カナダ滝はカナダ側にあることからその名があるが馬蹄系の形をしていることから英章でホース州ーホールズとも呼ばれる。 滝の幅は671メートル、高さは53メートルあり、標高はお,およそ152メートル前後、滝の流れは北方向に向かって流れている。滝壺の深さは滝の高さよりも高くおよそ56メートルある。3つあるナイアガラの滝の中でカナダ滝が最も大きく、ナイアガラ側の流れる水量の90%がカナダ滝に流れており、 残りの10%がアメリカ滝側に流れている。カナダ滝はその水量から大きな水源が上がるため、滝の景観を遮ることもしばしばある。20世紀初頭から水力発電に水源が分けられたため、水源の量は減る傾向にあったが、近年、水源の量が再び増え始めている。一説には高層ホテルが滝沿岸に立ち並んだことにより風向きが変わったと、 される仮説や地球温暖化による水温の上昇で蒸発量が増えているのではないかと言われている。カナダ滝はカナダ側から正面を見ることができ、アメリカ側からは横からの眺めになる。観光船切りの乙女号はこのカナダ滝の滝壺近くまでを遊覧する。カナダ滝をアメリカ側から見たパノラマ写真、テンパチャーズ、ノットホテルズ、ライクリーオルター、 ナイアガラホールズミスト UB ニュースセンター2006年4月17日閲覧テンパチャーズ、ノットホテルズ、ライクリーオルター、ナイアガラホールズミストサイオンステイリー2006年4月17日閲覧ありがとうございます